アイリッシュシチューアイルランド料理とは、主にアイルランドで食べられる料理で、シンプルで伝統的な家庭料理と、飲食店やホテルで提供される現代的な料理とに、大別される。旧宗主国イギリスと共通する料理も多い。主食となるのは、ジャガイモとパン。肉は豚肉を中心に、羊肉、牛肉が用いられる。また魚介類が豊富に取れるため、 魚では鮭やたら、その他に、甲殻類やカキが利用される。野菜では前述のジャガイモのほか、キャベツや玉ねぎなど寒冷に強い作物が使用される。アイルランドは、冷涼な気候ながら農業が盛んで食材は豊富で、ある。水産業も盛んだったが、近年は乱獲により、漁業資源の枯渇が問題になっている。フルブレックファスト特に伝統的な料理では、 ジャガイモと乳製品は欠かせない食材となっている。コルカノンはキャベツやケールを混ぜたマッシュポテト。チャンプは牛乳で煮たみじん切りの細ネギやパセリを加えたマッシュポテトである。ボクスティはポテトパンケーキの一種で焼くか茹でて調理される。パンはイーストではなく重曹を加えた無発酵パンが主でソーダブレッドと呼ばれる。 この生地を丸く伸ばした後に十字に四等分してから焼いたものはファールと呼ばれている。アイルランドの一般的な朝食はベーコンの油で焼くベーコンと卵、ソーセージ。これにボックスティアスライスしたフライドポテトがつくことがある。古くから海藻を食べる習慣があり、ダルスという構想の一種は水煮にしてゼリー状に固め、そのまま食べるほか、チャンプや魚のスープ。 シチューに混ぜたり、バターを塗ったパンに挟んで、サンドイッチにもする。やハズつの股からはプディングが作られる。バームブラックニキンベーコンキャベジコルカロンは、アイルランド特産品種のジャガイモと、ケールで作る料理海岸線が長いにもかかわらず、他の海洋国家と比べると、アイルランドの海産物の消費量は多くない傾向があり、ヨーロッパの平均を大きく下回る。過去には、 海産物をもっと食べていたとしても、ここ数世紀で摂取量が著しく減少しており、様々な原因が考えられる。一つには、16世紀後半から始まったイギリス統治し下、アイルランド人の漁船所有が厳しく制限されたこと、アイルランド経済が伝統的に牛を基盤したことのほか、他のカトリック諸国と共通の特徴として、 魚介類は伝統的に金曜日の断食にとる宗教的な食べ物であった背景がある。また魚介類、特に貝には貧困と植民地化という負の記憶が結びつくようになった。それでもゴールウェイやダブリンなど海沿いの都市では魚介類は依然として食生活の重要な役割を担っている。魚の売り手を称える伝統的な民謡、モリー・マローンはダブリン市民の愛称家で、 ゴールウェイでは毎年9月にゴールウェイ国際オイスターフェスティバルが催され海外から観光客を引きつけている。現代のアイルランドの海鮮料理の一例にダブリンローヤーがある。食用魚でおそらく最も消費されるのは酒類やタラ類で海藻はヤハズツのまたあるいはダルスがよく使われる。魚介類とは対照的にアイルランドの食卓には 昔から海藻がしばしば上り、今日でも消費量は減っていない。一番好まれる種類は二つありいずれも、高層で、ディリスクとカーンあるいはクルービン・ケイトで、カリブ海諸国でも食用にされる。アイルランド伝統の黒ビール、ポーターを砕いた、チェダーチーズに練り込んだ、ハードチーズ、ポーターアイリッシュウイスキーアイリッシュブレックファストティー、復元されたフロフトフィーア初期のアイルランド文学には、 食物や飲料に関する多くの記述が見られる。特に、蜂蜜と蜂蜜酒は食事場面に高い頻度で登場する食べ物だが、実際は毎食それらを食えせる状況にはなかったと考えられている。アイルランドでは、フロフトフィーアと呼ばれる、青銅器時代の調理遺構が発見されており、石焼きを利用して鹿肉などを煮たとされる。ビールの醸造に用いたとする説もある。 ダブリン海岸のバイキングの遺跡からは、当時の食の痕跡が見つかっている。肉では、牛、豚、羊、鳥及びガチョウと魚。ハシバミに代表されるナッツ類と野生のベリー。穀物では、蕎麦や赤座の種子を粥にして食べていたとされる。中世濃度性のもと、農民は、牛の生産を行わされ、生産された牛肉は、貴族や富裕層のみが消費していた。 農民は、塩漠やお麦と牛乳、バター、チーズなどの乳製品、肉では牛の内臓や豚足、ブラックプディングと呼ばれる血のソーセージなどを食べていた。16世紀にジャガイモが持ち込まれると主要な作物になった。しかし1845年から1849年の4年間に、わたってヨーロッパ全域で発生したジャガイモ疾病によって大きな被害を受けた。 このジャガイモ基金により約100万人が合死し200万人が海外へと移住することになった。植民地時代のアイルランドはイングランドへの穀物や肉類などの食料供給地として利用され、ジャガイモ基金の間もその状況は変わらなかった。アイルランドの料理では豚の使用が一般的なのだがアメリカ合衆国へ渡ったアイルランド系移民にとって豚は入手が難しく、 牛肉が手頃な食肉であったため、コンビーフの利用が一般的になった。コンビーフとキャベツの煮物は、アメリカの聖パトリックの日の食事として定着している。著者名の ABC 順著者名の ABC 順ウィキメディアコモンズには、アイルランド料理に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。